それでは制御対象 P イコール S3 乗プラス 6S2 乗プラス 11S プラス6分の S プラス5について各種指標を見ていきたいと思います。まず制御対象と安定性です。このシステムの特性方程式の根を求めますと制御対象の極はマイナス3、マイナス2、マイナス1となります。そのためシステムは安定です。 次に制御対象の伝達関数を等価な状態方程式に変換します。化制御成熟系として変換した場合、システムのパラメータはこのようになります。次に対角成熟系に変換した場合です。この時、営業列の固有値はマイナス1、マイナス2、マイナス3となり、システムの極に一致しています。 次は制御対象とボード線図です。ボード線図を見ますと、このように表されており、高周波ではマイナス40デシベルパーデカードとなっています。これは制御対象の相対実数が2であるためです。次にナイキスト線図です。ナイキスト線図はこのようになります。この時、比例制御を施す場合を考えますと、 原因をいくら大きくしてもこの一順伝達関数 ls=psk はマイナス1をまたぎません。そのようなことから、ハイゲインフィードバックを施しても安定性が確保されるということが分かるかと思います。最後に状態フィードバックの例を示して終わりたいと思います。制御対象はこのような形でえっと与えられており、これに u=-kx マプラス v を施します。 この時、K はマイナス397、マイナス159、マイナス17という値を持っており、これを施すことによってシステムが以下のように与えられます。このシステムの極はマイナス5、マイナス8、マイナス10となっています。